カズジーチャンネルご覧いただきありがとうございます。カズリンです。今日はですね、久しぶりにエブリィワゴン社内のね、便利グッズを紹介したいと思います。はい、ミサちゃん、こんなの2つ分かれてるやつね、これなんですけれども、一体何に使うのか、これから説明していきたいと思います。で、これね、皆さん、車内に一つは多分、積んでると思うんですけれども、これ普段でね、皆さんどこにどういう風につけてるか、まあ、僕も以前の動画でですね、紹介したんですけれども、ね、こんなケースに入れてですね、こういうようなところにね、こうやってつけたりとかして、見えないかな、ちょっとね、まあ、つけたりして、やってると思うんですけれども、経験してる方いっぱいいると思うんですけれども、ティッシュ少なくなってくると下の方に溜まってきてね、下の方に溜まってきて、あれティッシュがないなとか、こう取り出しができなくなったりとかしますよね。で、まあ、ティッシュの後ろにある爪をね、こう中に入れて、押し出せばいいんでしょうけれども、それなかなか気づかないうちにこう下に下がっちゃったりしてませんかね。で、あとはここにあると運転席の人、背中からこうやって取るのも大変ですし、助手席の人もね、こうやって手を伸ばしてね、取るような形になってると思うんですよね。そこでですね、見つけたのがこれですね。要は、ティッシュケースを、なんて言うんだろう、ティッシュケースを置い、つけるパーツっていうのかな、っていうようなものです。で、これどういうふうに使うか、これをね、どういうふうに使うかっていうとね、これを組み合わせます、ね、こういうふうに中に引っ掛けてこのように組み合わせて、こうやって使います。で、こちらがこういうふうにスプリングになってる、見えますかね、スプリングになってるんですけれども、これね、すごく便利です。で、要はですね、ここにいろんな穴開いてありますよね、ここね、ここで、いろんなね、場所に、まあこういうところですとか、あとはドア見えますか、こっちのが見えるかな、このドアのね、こういうところの、ビスの間に入れたりして、挟んだりとか、あとはこのバイザーですね、バイザーのネジの部分とかね、こういうところにこう一緒に挟んでボルトで締めるというような使い方をするって説明書には書いてあります。なんですけれども、僕の場合これをどこに使うかというと、ここです。ここにね、これをこの切っ端の部分を差し込むだけです。ちょっとスプリングが、あるので真ん中に、はい、で、どのように使うかと、ボックスティッシュね、これ逆さにします。逆さにしてこれをピュッと引っ張って、で、これスプリングなので、引っ張れるのでね、で、ここにこういう風に、じゃん、どうです、これすごく便利だと思いません？この運転席にいてもね、助手席の方も運転席の方もすぐにティッシュ取り出せるし、ティッシュが減ってきた場合、こう下にそのまま水平に下がってくるので、これずっと最後までこの状態なんですよね。下に片方に寄ったりですとか、そういうこともしない、すごく便利なものです。でね、まあ、ちょっとこのまんまだとね、なんか見栄えも良くないなとか、まあ、思うんですけれども、今まで使っていたですね、こちらのティッシュケースね、これなんかに、このように入れました。はい、ね、まあ、皆さんもね、今現在使っているティッシュケースですとかあると思うんですけれども、これ箱の硬いやつでも、布製のやつでも、ビニール製のやつでもいいと思います。大きさがね、そんな極端に大きくならなければいけると思うんですけれど、これをね、このまま
まあ、この紐なんかは後ろ側にして、これをこのまんまここに、よいしょ、このようにつければ、ほら見栄え的にも結構いいと思いませんか。おしゃれ。どうですこれ。すごく僕気に入ってるんですけど、見つけたんで、これでこのままティッシュもね引っ張っていけますし、すごく便利です、まあ、僕は便利だと思って、今現在これを使っております。でですね、まあ、これよいしょ、スチール製でできております。で、どこに売ってるのかっていうと、カー用品店さん、大手カー用品店さん、多分どこにでも売ってると思います。ただね、僕も今までこういうもの知らなかったので、ちょっとね、見つけづらいというか、あまり気にしてなかったので、気にしてないようなところにあるかもしれません。まあ、ですが、ぜひぜひこれでこの動画を見てですね、いいなと思った方、見てみてください。そんなに高いものでもありません。僕が買うんでね、高いものは僕買えないので、そんなに高いものではありません。ちょっと武骨な感じがして、って思うかもしれないですけど、すごく、便利なものだと思います。これね、というわけでですね、今日は久しぶりの、エブリィワゴン車内、まあ、エブリィワゴンだけに限らずいろんな車に使えると思うんですけれども、車内の便利アクセサリーということでご紹介しました。以前にも便利グッズですとかね、簡単な工夫でできるアクセサリーですとか、そういうようなものを投稿している動画ありますので、よろしかったらそちらの方も見てください。で、このチャンネルではですね、いろんなこのようなカー、用品ですとか、エブリィワゴンに関することですとか、あとは DIY、リフォームなんかのね、投稿もしております。あとはキャンプ関係、旅行関係とかね、大人の遊びに関することをね、皆さんの、生活、趣味等にね、少しでもね、ヒントになればと思って、YouTube をアップしております。よろしかったらこれからも、皆さんよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。次回はですね、この車エブリィワゴン、昨年のね2020年の9月に、納車されまして、それから10、11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月乗って、距離がですね1万5000キロ、超えました。でですね、この8ヶ月乗ったエブリィワゴンの総評価ということで、項目ごとにね、素直な感想をですね、アップしようかなと思っております。これからねエブリィを購入されようという方、もしくはですね今現在エブリィ乗ってて買い替えようという思っている方、エブリィワゴンどんな車なのって思ってる方ね、よろしければ次回の動画、見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いします。また、ね。